どうも、東海釣り三昧です。まだ年内2020年ですけど、多分動画の公開自体はね、年明け一発目になると思うので、一応明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ということでね、新年一発目はライトゲーム、今回はねブレード付きの自作のジグヘッドをねいっぱい作ってきたのでね、こちらのブレード付きのジグヘッドでやろうかなと思います。ちょっと今来たポイントね、人がいないつもりで来たら車が結構止まってたんで、案外人がいっぱいいるかも。とりあえず 1.2g ぐらいのやつにね、これは海太郎だったかな、のシャットの2インチ、これで始めます。ちょっとね、入ろうと思ったとこ人がいっぱいだわ。ちょっとね、さっきの場所ね人が多すぎたんでね、ポイント変更。ちらっと見に来たらちょっと空いてそうだったんで、なんかいい感じっぽいとこに入れたわ。持ち帰り2匹ぐらいつったら帰ろうかなと思うんで、まあ1匹でもいいけどな。よし、食った。あれ、ちょっといいサイズかよ。いいサイズではね。カサゴ15センチぐらいかな。ごめんな。もうちょっといいサイズいないかな。いそうだけどな、ここメバルも出そうだけど。あ、ちっちゃいか。メバル、違う、カサゴだった。カサゴ、あ、違う、タケノコメバルだ。タケノコメバルでした。よっしゃ、メバルだ。やっぱメバルいるね。ちょっとね、流れがきつかったんで 1.5g に変えました。メバルいましたね。やった、サンキュー。ブレード付きジグヘッドの 1.5g 自作のやつですね、に、シャットの2インチ。意外とそこにいたね。結構底目探っててカサゴ狙ってたらメバルが食ってきたね。深いのかな。あ、ちょっといいサイズかもこれ。よいしょ。そうでもないよ。20ないね。カサゴ、もうちょっといいサイズいないかな。ね、重りをね 3g ぐらいに変えてね、カサゴに狙いを絞りたいと思います。ワームも 2.5 インチかな、これ。カサゴに絞ろう。
そろそろ持ち帰りつって帰ろう。一番いいサイズだと思う。今日一連。よいしょ。お、ギリ持ち帰りサイズか。あ、持ち帰りサイズだね。23センチか4センチか。ちょっと持ち帰りにはギリだけど。よし。いいかも。よいしょ。お、これはでかいわ。ちょっとでもそうでもないな。23、23かそこら。お、まあいいや。とりあえずごめんなさい。ちょっとね、持ち帰りにはギリだけど、持ち帰らせてください。でも2匹までだね。本当だったら25超えてほしいけど。よし、十分でしょう。23センチが2匹。それではもうこれ以上ね釣ってもしょうがないんで帰ろうと思います。楽しかったね。結構いっぱいね釣ったね。数的にはあんまり釣ってもね、資源保護資源保護ってね言われちゃうから。まあちょっとね、大きいカサゴは出なかったけどね、カサゴ狙いに変えようって言って変えてから結局6頭ぐらいかな、6頭ぐらいでね2匹ポンポンって釣れてくれたんでね、まあ、カサゴは裏切らないね。よし、それじゃあね帰ろ。今はね9時、12月29日の9時。一応僕的には釣り納めです。動画的にはね年明けになっちゃうけど。さあ、それではね帰りたいと思います。はい、帰宅しました。11時ジャストぐらい、夜のね23時です。本日のチョーカーはこちら。カサゴ2匹、とりあえず2匹いるんで、で思ったよりもねちょっと早めに帰ってこれたんで、今から晩酌にしたいなと思います。はい、完成しました。もうすぐね夜中の12時になります。やっと食べれる。カサゴの味噌汁と唐揚げにお刺身ともつです。よし、やっとビールが飲める。いやー、調理しながら我慢したんでね。よっしゃ、完成。それではお疲れ様です。乾杯。あー、最高。それではいただきます。もうちょっと上にしようか、これ。それじゃあね、まず唐揚げから食べようかな。2匹いれば十分でしょ。1匹でもこの前十分だったけど、2匹の方がちょっと豪華になるね。3匹はちょっと釣りすぎだな、あのサイズじゃ。それでは唐揚げいただきます。ホクホク、うまっ。あー、最高だわ。背びれのところからさ、パカって割って
丸揚げにする唐揚げよく見かけるけど、あれよく分からなくて頭が食べれるぐらいさ揚げちゃうと身がパサパサってか、もう身までカリカリになっちゃうよね。 1,2 回やったことあるけど、身まで頭食べれるぐらいにカリカリにすると身までカリカリになっちゃって、身はホクホクで食べたいなと思うから、やるんだったら身と骨と頭とに分けてやった方が個人的には好きだけど、僕の丸揚げの仕方がね間違ってるのかもしれないけど、まあいいや、とりあえず美味しいし、はい、それでは味噌汁いただきます。うん、美味しい。またね、味噌汁にすると具の食感が全然変わるよね。あー、うまっ。カサゴの味噌汁超うまい。それではね、もつ、皮と胃袋と浮き袋と肝臓です。いただきます。うん、おいしい。食感がいいね。これ全部バラバラにしといてもいいんだけど、今ね全部細切りにして和えちゃってあるけど、もう混ぜこぜでね、それぞれがそれぞれね風味と食感があって、うん、美味しい。それではね、お刺身見て、めっちゃ綺麗。これ今回はねまだ硬直前だったので洗いにしました。いただきます。うん、美味しい。ああ、歯ごたえがねすごい。一応ね、氷水でキンキンに冷やして、身をね、はぜさせてるっていうのかな、硬直させる、死後硬直を強制的に起こさせるんだけど、そうするとね、なんだろう、めんどくさいね、この話はね。カサゴのお刺身、おいしい。本当はね、もうちょっと寝かしたいんだけど、ただもつと一緒に食べようと思うと当日じゃないと。まあ一回ねしっかり火通しちゃえば別にしばらく大丈夫だと思うんだけどね。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃお腹空いてたっていうのも相まってもう最高でした。今回はねライトゲーム調校でした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。